レアンドロ・ビソット・ネベスは、ブラジルの男子バレーボール選手。リオデジャネーロ出身。ポジションは、オポジット・ユニバーサル。ブラジル代表。登録名は、ビザと、レアンドロ・ビザとなど。V プレミアリーグの JT サンダーズ所属。V リーグ登録名は、ビソット・レアンドロ。日本のメディアでは、レアンドロ・ビソット・ネベスとも表記される。姉二人が、 バレーボールクラブで練習していたのを見学していた時にそのクラブのコーチにスカウトされてバレーを始める。1995年から2000年まで CR フラメンゴでプレーする。カンバウーバも半学校卒業。2000年17歳の時にウニスルフロリアノーポリスのスポーツクラブとプロ契約する。その後サンパウロ州のクラブ、ミナスジェライス州のクラブでプレーした。 一方年代別ブラジル代表に選ばれ、2001年、世界ジュニア選手権優勝、同年世界ユース選手権優勝を飾る。2006年、イタリアセリエ A のマジョーラ・ラティーナに移籍、翌シーズンは、ターラントバレーでプレーした。2008年、トレンティーノ・バレーに移籍すると、欧州チャンピオンズリーグ初優勝及び、連覇、2009年世界クラブ選手権初優勝に、貢献する。 2009年コッパイタリアでは MVP を受賞している。2008年からブラジル A 代表に選出、2009年2010年ワールドリーグ優勝、2010年世界選手権優勝、2009年南米選手権及び同年のグラチャン優勝に貢献した。2010年、ブラジルに戻り GRWR アラサトゥバに移籍し、パウリスタ選手権優勝などに貢献するも、 起用法をめぐって、チームと対立し1シーズンで対談。2011年再び、イタリアに戻りピエモンテパレーでプレーするも、シーズン終了間際、コッパイタリア準決勝試合中に不正脈が判明した。2012年ロンドン五輪代表合宿中に、カテーテル治療を行い、五輪に出場し準優勝に輝く。2012年、ロシアスーパーリーグのウラルーファに移籍。 ここでも不整脈を感じたが心電図に異常はなかった。このシーズン、クラブ史上初のリーグ準優勝及び欧州、チャレンジカップ準優勝に貢献した。2013年、ブラジルに戻り RJ、ボーリに移籍するもクラブスポンサーの経営危機に伴う、出資停止により、給料不払いとなったため他の選手と共に、移籍することになり、2014年から2ヶ月契約で、 韓国 V リーグのスイバラケヘプコ、ビッグストームに移籍した。ブルーのレゼンデヤチアゴア,アウベスなども、RJX 給料未払いにより移籍した選手に、当たる。この年、ブラジル代表として2014年世界選手権、準優勝。2014年、V プレミアリーグの JT サンダーズに移籍する。以下はソースにより異なるため。 セリー a 公表と2009年ファイバープレスリリースのものを併記する。ありがとうございます。